はいみなさんこんにちはレックス専任講師森田隆一ですそれではですねただいまよりエコノミスト森田隆一の経済会計時事解説を開始いたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日ですね第二十二回目になりますけども、えー、画面の方ね切り替えていきますね 本日はです、ね、2020年のです、ね、重大ニュースを振り返るということでありましてです、ねえー、コロナ一色という、ねえー、まあタイトルので,す、ねえー、でお話をさせていただければと思っております。 では次に行きますけども、えー、とりあえずですね、まあ、コロナ以外のですね重大なニュースをですね簡単にちょっとね、えー、列挙していきますけども、えー、まずね、えー、こちらかなというふうに思いますねイギリス EU 離脱ということで、まあ、2020年1月31日にまあようやく離脱ということで、まあ、3度もね離脱するって言ってて延期しちゃったということでありましてですね、まあ、ようやく、えー、離脱ということになりましてですねで先日、まあ、12月24日だったんですけど イギリスと EU の FTA 交渉が合意ということで,です、ねまあ、ようやく形になったかなということであります。では次ですね えー、それからこちらも大きかったですよね。東京オリンピック一年延期ということでありましてですね、まあ待ちに待った東京オリンピック2020年ということでありましたけれども、えー、コロナ感染症ということでですね、えー、コロナが流行ってしまったということでですね、まあオリンピックが一年延期ということになってしまいました。で、まあそれによってですね、まあ経済損失ですね。まあ関西大学のね先生方が計算されてるんですけども、6408億円で。 であるということで、かなりの、ね、損失が発生したということですね、で1年延期だったら、まあ、それぐらいの損失で済むんですけども、これがです、ね、もし仮に中止になってしまったらどうなのかということなんですけども、4兆5151億円のです、ね、損失になってしまうということで、税が非でもです、ねまあ、2021年、ね、東京オリンピック、ね、開催してほしい限りなんですけども、どうなんでしょうかということでありますよね。 それからこちらもありましたよね、安倍首相の辞任ということでありまして、2012年の末にですね誕生した安倍政権ですよね、非常に長期政権を誇りまして、ですねアベノミクスという経済政策を引っ提げてですね、立ち回っていたわけなんですけども、8月28日、ですね海洋性大腸炎が再発したということで、ですね残念ながら辞任と。 ということでありました。 あのー、非常にです、ねえーまあ、経済が、ね、アベノミクスによってまあ好転したかなというふうに思いますよね。えー、アベノミクス以前はです、ねうん、超円高だったですよね、今、1ドル75円までいっちゃったということで、超円高でありましたし、えーまあ、株価も非常に安かったですし、ね、低かったですし、まあ、非常に日本経済は、ねあのーまあ、失業率も高か,ったでたた高かったわけなんですけれども、えー、アベノミクスによって経済がまあ好転して、 したというふうに見ることができるかなというふうに思いますけども、まあ、残念ながらの辞任ということですね。 でその後ということでありましてですね、まあ、菅新首相が誕生したということでありまして、まあ、第99代の、ねえーまあ、総理大臣になるということでありましてですね、まあ、菅さんという方はですね、まあ、だいぶ今までの総理大臣とは違いますよね、えー、安倍さんなんかはもうおじいさんがですね、えー、岸信介ですからねでお父さんもあの、えー、副総理まで務、えー、めた方ですし、えー、あるいはあ安倍さんとですね、まあ、一緒にやっている、まあ、現在、菅さんとも一緒に。 やっておりますけども麻生、えーえー、副総理なんかはですね あの麻生さんもやっぱりおじいさんがね吉田茂ですし、まあ、本当にこう、まあ、エリートというかですね、まあ、貴族みたいなそういった家系の方ですよね。えー、それに対してまあ菅さんというのはですねもう本当に叩き上げというね、えー、そういうまあイメージの方ですよね。えー、秋田のいちご農家生まれということで、えー、それで段ボール工場で働いてた経験もあるということで、えー、その安倍さんとか麻生さんとはかなりねちょっと毛色の違う方が がですね、まあ総理大臣になったということでありまして、まあ、ちょっとね非常にこう政権のね運営が難しい時にね総理大臣になったということで大変だと思いますけどね。 でえーまあ、アメリカに目を向けますとです、ね、アメリカの大統領選挙っていうのがありましてです、ね、まあ、こんなに、ね、ちょっとねあの、薄れてしまった大統領選挙も珍しいかなというふうに思いますね、やっぱりコロナ一色だったですからね、アメリカの大統領選挙もちょっとかすんでしまったのかなというふうに思いますけども、まあ、新大統領ということで、バイデンさんですね、民主党ということでありますよね。 現在、共和党のです、ね、トランプさんが大統領を務めておりますけどもです、ね、新大統領、来年になりますけどね2021になりますけどもバイデンさんが大統領になるということでありましてですね、えーまあ、バイデンさん、まあ、私はね直接もちろん知らないわけなんですけどもただ一点ねやっぱ懸念材料というのはねやっぱり年齢ですよねご高齢ですからね現在78歳ということですから来年79歳ですよね。80目前 アメリカの大統領というです、ねまあ、世界一激務の、ね、仕事をです、ね、こなせるのかなという、ね、そこがちょっと、ね、不安材料ですよね、まあ、トランプさんであったとしてもです、ね、トランプさんも、ね、あの若く見えますけどね、74歳のおじいさんですからねだからトランプさんであったとしてもちょっと、ね、年齢が心配だったんですけどバイデンさんは、ね、78歳でちょっと、ね、よりまあご高齢に見えますよねトランプさんに比べるとねもちろん4歳年上ということもありますけどもなんか階段の上 オリオリを見てるだけでもちょっとねあの大丈夫かなというふうに思ってしまいますけどねトランプさんはねなんかこうピンピンしてるイメージですけどもだからそこがちょっとね、えー、バイデン新政権ですね、うん、体力的に大丈夫かというところが、まあ、懸念材料かなというふうに思いますね。 でではですねコロナの話に移りますけども中国・武漢から新型コロナ感染者発症ということでありましてですね、まあ、2019年の12月8日ですね初の感染者ということでありまして武漢のですね生鮮市場ですね食用コウモリが原因かというふうに言われておりますよね、まあ、コウモリがですね感染源であるのではないかということが言われておりましてですね、まあ、以前ですね SARS、ねねえー、もですねやっぱり、えー、コウモリが原因なんじゃないのとこちらもですねやっぱり広東省のですね、えー、生鮮市場でですね広がったと感染源はコウモリだというふうに言われておりますけどもでコウモリ食べちゃうということなんですけどね、まあ、食文化は尊重されるべきなんですけどねやっぱりウイルスは広げてはいけないんじゃないのということでですねやっぱり規制っていうのが、ねえー、必要かなというふうに思われますよねで中国政府もも黙っってるわけけじゃないんですけどもやっぱりですすどやぱりね。 結構批判が多いということでですね、なかなかですね、えー、食い止めることができないということなんですが、まあしかしながらやっぱりね、えー、世界各国はですね、中国政府にですね、まあ強く対応を求めるべきなんじゃないのかなというふうに思いますね。えー、本当にコロナ、あーサーズとーね、中国の市場からということであるようなので、えー、もしそれが本当であればえら、ー、いことですから、まあちょっとやっぱりね、えー、その食文化というのは尊重されるべきなんですが、ある意味、えーえー、ある程度のね規制 必要なのかなというふうに思いますね。 でまあ、コロナの影響というのはいろんなところに出てきておりましてです、ねまあ、一番かわいそうなのはです、ねまあ、一番かわいそうというか、ねえー、ちょっと大変だなというふうに思うのがです、ね、やっぱりコロナというふうな冠がです、ね、つくようなあの商品だとかあるいはえ会社ですよね、えー、まあ例えばコロナビールというのがメキシコにメキシコクビールの代名詞としてありますけどもです、ねまあ、コロナビールなんかはです、ね、1月2月はその風評被害で,です、ね、売上が230億円も下がっちゃっていると。 いうことなんですよ。それからまあアメリカがですねなんかこうインタビューしたそのね。 報告によりますとですね消費者の方々はですね38%の人はねもうコロナビール飲まないというふうに言ってるということでですね、まあ、その風評被害ねコロナっていう、ね、名前がついちゃってると、まあ、そういう影響が出てくるというね、まあ、コロナっていうのはもともと王冠という意味ですからね、えー、ですからまあそのコロナウイルスが王冠に似てるということだったわけなんですけども、まあ、だからコロナビールだとかあとまあ日本の会社でもね株式会社コロナっていうねファンフィーターであるだとかあの給湯器だとかねそういう のを作っている新潟三市のです、ね、まあその、えー、伝統的なそのメーカーがありますけどもやっぱりあの結構ねコロナっていう名前なんでいろいろね被害を受けているようなんですけどもいろんなところにね被害が広がってるなということであります。 でですね、まあ、コロナによるねショックっていうのがですね、まあ、日本経済、あるいはもう世界にですね広がっているということなんですけども、これによってですね何が起こるのかというと、人と物の動きがねどうしてもね悪くなってしまう、場合によっては止まってしまうということなんですよね。で、まあ、具体例、いくつかですね挙げていきますけども、例えばインバウンド需要の減少、消失ですよね。 あの海外からですね日本に来てくれる外国人訪日外国人ですけども2019年はですね万人だったんですね、まあ、フランスはね観光立国ですから9000万人の方々がねフランスに訪れるということで、まあ、それに比べれば数は少ないということなんですけど日本はねもうどん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 ね、えー、その数が増えてってようやく3200万人のところまで来たんですよ外国の方が年間ですね訪れる数がようやくそこまで来たんですけどもまあ 今年99.9%減とかになっちゃいますからほぼゼロに近づいてしまうということで、ねえー、まあ非常にまあ人の動きが止まってしまってそれはです、ね、経済的な大きな損失として、ねえー、なりますよね。 まあ大体その3200万人の方が来た時なんかですね経済効果が約5兆円というふうに言われてるんですねで5兆円というのはですね GDP の1%ですね約500兆円というふうに考えればですね1%ということでありますから結構な額ですよ訪日外国人の方々のですねそういったその需要っていうのはねですからまあそれがまあほぼゼロになってしまったと人の動きが止まったということで、まあ、これはねかなりね悪影響が出ちゃうということですよ でこういう側面もありますね、あの中国などのです、ねまあ、生産が停滞してしまうことによる供給制約ですよね。 あのまあ日本のですね貿易相手国としてですね輸出も輸入もやっぱり巨大なのが中国なんですねまあ輸出の面で言うとですねアメリカが1位になったり中国が1位になったりするわけなんですけど大体20%ですね日本は売っ払ってるとでそれに対して輸入ですね輸入は圧倒的に中国で23%ですか20%と超えてるですね額のものをですね中国から入れてるとういうことなんですねでその日本が中国からいろいろ買ってるわけなんですけど部品を大量に買ってるわけ。 です,ね、ですから中国の生産が停滞してしまいますとです、ね、分部品の輸入がです、ね、どうしても滞ってしまうと部品が届かなければです、ね、生産が日本でもできなくなってしまうということで、まあ、供給制約というです、ね、面がです、ね、起こりうるということで、まあ、実際1月2月というのは中国でその、ね、武漢初ということで、あのー、コロナのね ウイルスが広がりましたのであの時なんかはですね中国の生産がですねかなり停滞したんでね日本もその悪影響供給制約という、ね、問題がちょっとね出てきちゃったんですけども今中国はかなり立ち直ってますからそういう問題が表面化しませんけども中国でですねまたねその感染者が増えたりしたらですね日本は結構ね供給制約という、ね、状況に直面してしまうということですね部品買いまくってますからね。 であとまあ中国からの留学生というのも多いわけなんですけど、まあ、そこもですね結構懸念材料かなというふうに思うんですよねあの留学生の数が減ってしまいますとですね、えー、何が起こるのかというとあのやっぱりこのアルバイトの方々というのはやっぱり留学生の方々というのが多いわけですよね、えー、コンビニでアルバイトするファミレスでアルバイトする居酒屋でアルバイトするあるいは工場でアルバイトするというね外国人のそういった留学生の方というのが、まあ、日本 のえー、そういいった労働力を支えてるわけけなんですけども、まあ、コロナの影響で,です、ね、留学生の数ががたべりしてしまったらです、ねまあ、これから結構ね、ね人も不足するより不足する可能性が出てくるということで,です、ねまあ、非常にこの人と物の流れによって供給制約っていうねそういった状況に直面するかもしれないと今はまだ、ね、表面化しておりませんけどあの供給サイドでもショックを、ね、受ける可能性があるということですね。まあ今は 需要サイドのショックを受けけてるわけですよ要はその訪日外国人の方がガタベリしてるんで彼らが日本に使ったら金使うわけですからねそれが5兆円ぶっ飛んでるわけですからね、えー、まあそういうね需要サイドのショックなんですけども、まあ、この供給制約っていうのが供給サイドのショックが加わる可能性もあるわけですね。 需要サイドのショックでいうとねこれもありますね、これが大きいんですけども感染症拡大しますとですね消費・設備投資などがどうしても減ってしまいますよねと、えー、だから感染症が拡大してしまいますとですね、まあ、昨日ね、えー、昨日なんですけども東京都で新たな感染者が949名ということで、えー、過去最高ということなんですけども感染者の数が増えてくるとですね自粛しなさいということになりますよね、えー、自粛しななさいいとととうここは飲み歩くなってことですからね。 外に出るなってことですからそうすると消費がですね減ってしまいますよね外に出るから消費するんですよねえ飲み歩くからですね消費がどん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 拡大するわけですよね、えーえー、もう一軒行こうかみたいな感じでですねあのはしごするとですねそれだけあの金がこう回るじゃないですか、えー、それがまあ,あのコロナ感染症が拡大すると自粛ということですから、まあ、消費がですねしぼんでしまうってことですねで消費がしぼんでる時に設備投資しますかって言ったらしませんよですから消費がし 消費も設備投資もですね、まあ、このコロナ感染症によってですね、拡大によってですね、どんどんしぼんでくるということで、まあ、需要面でね、大きな大きな減少が見られているということなんですね。ですから、まあ、要は需要ショックですね、まあ、供給ショックがこれから加わらな,加わらなければいいなということですよね。 需要ショックだけで止まっていればまだいいんですけど供給ショックも加わるとですねダブルパンチですからダブルパンチになっちゃったらもう日本経済もひっちゃけめっちゃかになっちゃいますんで、ね、需要ショックでせめてね、ねせめて需要ショックで止まってくれればなという,ふうに思ってるんですけどね。 でまあ、4月から6月の四、ね、半、えー、期で見ましたですと、ね、実質 GDP の伸びですね年率換算したらです、ね、マイナス27.8%ということです過去最大の落ち込みなんですね。ものすごく GDP が落ちちゃったよと要は売れないわけですからね消費も設備投資もガタベリしているということでありますからしたがいまして、ねあのー、27.8%もです、ね、GDP が落ち込んじゃうということ 国内総生産ですねで、まあ、過去最大ということなんですけどもあの10年以上前になりますけどね次のパートで次の,あのスライドのところでやりますけどもあのリーマンショックっていうのが、ね、2008年にありましてですねリーマンショックの時はですねもうあのすごく多かったんですけどそれを超えてしまったとリーマン超えを、ね、達成したということで、えーまあ、非常に大きな、ね、落ち込みになるわけですね。じゃあちょっとリーマンショックについてもですね参考ということで簡単に見ていきますけども。 2008年になりますけどね、大手投資銀行、証券会社、リーマン・ブラザーズが、ですね負債総額64兆円を抱えて、ですね破綻してしまいましたよということでありますね、まあ、リーマン・ブラザーズっていうですね大手あの投資銀行ですね、アメリカの4番手の銀行だったわけなんですけど、破綻したと、で64兆円のですね負債総額ということですから、もうこれはもう国家予算に匹敵しますよね、えー、そんなですね負債抱えて、ですね債務抱えてぶっ倒れてるわけですから、まあ、非常に大きなですね、 えー、その影、ね、影響悪影響悪を及ぼしたということですねでまあ金融危機ということでありますけども要は金融部門がそのね、えーまあ、機能が低下してしまうということで実体経済に悪影響が出てきてですねそして実体経済への悪影響実体経済の停滞がまた金融部門にね 悪悪影響を及ぼすという、まあ、その悪循環にはまってです、ねまあ、世界経済がひっちゃかめっちゃかになっちゃったわけなんですけど、まあ、当初です、ね、日本経済はそんなに影響でかくないんじゃないのっていうふうに言われてたんですけど日本経済の影響、本当に大きかったですよね。 あのまあ、アメリカでリーマン・ショックが起きたということでですねやっぱり相対的にアメリカの地位下がりますからドルが売られてということですしアメリカは大量なね金融緩和をしましたんでね金融緩和すると利子率下がりますからねえそれによって、まあ、アメリカ人がですねあのドルを売って他の国でまあ資金運用ということでありましてドル安安ってことは円高ですからねで円が買われちゃった側面が、ね、相当あったんですよ。あの日本っていうのはねあの外国から見たら だ結構金持ちちに移っちゃうんですよね、えー、外純資産世界ナンバーワンそしてたあの経常収支黒字国ってことでね、えー、もう世界2位ですか、えー、経常収支も黒字国ですし稼ぐのうまいな金持ちだなってことで何かあった時、まあ、つまり有事の時には円を買っておこうということで、まあ、スイスも似たような傾向あるんですけどもスイスもですね あのスイスフランというのがありますから、えーまあ、スイスもあの金儲けがうまいというふうに見られてますでねだから何かあった時に日本の円だとかスイスフランが買われてですねスイスフラン高円高ということでですねで円高で1ドル75円までいっちゃったということで1ドル75円はねなかなか耐えられませんよね、えー、なかなか耐えられなくてとていうことでもう日本経済はですね当初のう予想よりも相当ね、えーまあ、落ち込んでしまったのかなということですね。でその後、まあ、不幸な ことにえー、東日本大震災がですね2011年に起こるということでありますから本当に日本経済ねリーマンショック東日本大震災というですね、まあ、100年に一度級のですねそのショックがですね加わってしまったということですねでそれで今回コロナということですからね本当にね、えー、ものすごいことが結構ね、えーまあ、短い期間で続くなという、まあ、印象を、ね、私としては持っておりますけどね。 まあ、リーマンショックもです、ね、需要ショック、ですねリーマンがぶっ倒れて、金融部門のです、ね、機能が低下して、実体経済に悪影響が出てきて、実体経済に悪影響、まあ、つまり需要が減るわけですね、で需要の減少、経済の悪化がです、ね、また金融部門に悪影響が出てきてということで、まあ、需要が減るっていう、ね、ことで見ると、需要ショックというふうに考えることができますよね。 1>, で1月から3月の四半期で見るとですね実質 GDP が年率マイナス17.8%ということでこれ、過去最大だったんですよね。これをですね今回、ですねこのコロナショックということでマイナス 27.8%10% ほどですね上回ってしまったということですね。 でまあ、リーマン・ショックの時はですは、ね、まさにあの金融危機ですから日経平均株価も相当なところまで下がってしまいましてです、ねまあ、バブルが崩壊したのが1990年代の初動ですけどバブル崩壊後、最安値の7054円を記録したということであります、ね。 まあ今回のコロナショックでも株価下がりましたけど、ね、世界的に中央銀行がです、ね、めちゃめちゃ金を出しているということで、まあ、そういった、えー、政策があったので、ね、株価はまあ比較的です、ね、安定しているとえむしろちょっと、ね、高まっているということなんですけれども、まあ、そこはちょっとリーマンショックの時とは違うところがあるかもしれませんが、まあ、しかしながらです、ねまあ、非常にまあ需要サイドの落ち込みというのがあってです、ね、これはもう大変なね。 ショックが今加わっているという状況にありますではですねコロナショックの構造ですねこんな感じになりますねコロナショックがね加わったと えー、いうことでありますけどコロナショックっていうのは何をもたらすのかっいうといとまずですねこちらになりますね掃除用・掃除室まあ掃除用のこと YD というふうに言ったりするんですけども掃除をですね激減してしまいますよね、えー、コロナによってですね外に出るなと自粛しろということですから飲ま今まで飲んでた人が飲まなくなっちゃうということですね今まで外で金使ってた人が家にこもっちゃうということですよねですからもう消費がですねガタビリするんですよねで消費がガタビリしてるときにですね 設備投資する場がいませんから、まあ、したがってです、ね、総需要が減ってしまうと、えー、しかもです、ね、海外というのも今、落ち込んでいるじゃないですか。 ね、輸出もできませんよ、なかなか海外の人たちも同じようにコロナで苦しんでいるわけですから輸出,にです、ねえー、輸出を増やそうとしてもなかなかそっちも難しいということですねですから、まあ、政府支出を増やしてです、ね、もう総需要を下支えするしかないようなそういった状況になっている,るんですけどね消費も減って設備投資も減って輸出もなかなか伸びていかないであろうということで、まあ、需要再度、じゃあもう政府支出を増やすしかないだろうという、まあ、状況にあるわけですよね。 でまあ需要が減ってしまったら何が起こるんですかというとその需要を満たすようにですね生産するわけです、需要を満たすように企業は生産し供給していくわけですから需要が減ってるわけですからね、えー、生産も供給も激減するわけですよね、需要が減ってんるのに生産を増やしたらですね企業損しちゃうじゃないですか、需要がガタベリしてるんですよ、コロナショックで。ね消費も減ってる、設備投資も減ってる、輸出も減ってる、需要がガタベリしてるんですね、こんな時に生産を増やしたら企業は損しちゃうじゃないですか。ですから 需要が減っててるからそれに合わせてですね生産も減らすすんですよで生産減らしますと、ね、我々の所得が激減してしまうと、ね、需要が激減する需要がガタベリすると生産もガタベリする生産がガタベリすると我々の所得もですねガタベリしてしまいますよね生産が減ってるんですから、ね、働く量も減ってるわけですから所得もどうしても激減してしまうんですよ。で所得が激減すると えー、需要もやっぱり激減するわけですね。えー消費えー

本当に我々の所得がですね、もう激減してしまうんだと、まあ、こういうね、え状況に現在あるということですね。まあ、非常に困難な状況にあるというふうに考えられるのかなということであります。ではどうすればいいのかということでありますけど、経済学のですね、まあ、通常の、えー、あのこういうね打開策っていうのがね、つ。えー まあ、教科書通りの打開策をですね、まあ、ちょっと、えー、示せればと思いますけどもマクロ経済政策1ということでありましてまず拡張的財政政策ですね政府があどん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 ん需要を、ね、作っていこうというのが拡張的財政政策なんですけども、えー、まず政府支出をです、ね、増やすということですよね、えー、政府支出、政府が使う金をですね増やしていこうということであります。あのだから、えー、我々家計ですね 家計部門ですね消費が減っているわけですよで、企業部門も設備投資が減っているわけですよね、で海外部門も輸出が減っているわけですよね、じゃあどうすればいいのと、需要も全部の部門で減ってるじゃないか、どうすればいいのというと、政府がです、ね、需要を増やしてあげればです、ね、そこを支えることができますよねということでありましてです、ね、拡張的財政政策の一発目ということで、政府がです、ね、使うお金を増やすということになるわけですよね。政府支出を増やしますと これがまああの一つ目ですね。それからあの減税ですね。 減税すると何が起こるのかなというと、まあ、国民の財布の中のお金が増えるということでありますからあ国民の財布の中のお金が増えればです、ね、消費が増えていくんじゃないですかということで減税から消費の増加を、えー、狙ったです、ね、拡張的財政政策というのもありますしです、ねまあ、今回行われたのはこちらになりますね GoTo トラベルだとか GoTo イートこういう政策によって GoTo トラベル旅行する人が増えればです、ねえー、旅行会社が売るおうと。旅行する人がうえー 増えればですね、旅館が潤うとで観光地でいろいろ売れるということでありまし Go to travel って GoTo トラベルという、ね、そういった政策が行われましたしあるいは GoTo イ、ねえート食べに行ってくださいということで GoTo イートというのが、えー、なされましたけど、えーまあ、政府が需要を作っていくとそういう政策です、ね、もう需要が今落ち込んでますからね先ほど確認いたしましたようにコロナショックによって総需要がガタベリしてますんで、ね、それによって生産もガタベリして生産もガタベリして 所得もガタベリしちゃって、所得がガタベリしてるから、また消費もガタベリするという悪循環にはまっているということでありますから、この悪循環を断ち切るということで,です、ね、拡張的に財政政策、需要を増やそうじゃないかという政策がです、ね、打たれるということになるわけですね。 であともう一つ、ね、あの政策がありまして、ね、金融緩和政策です、ね、こっちはまあ中央銀行、日本銀行が行う政策になるわけなんですけども、マネーストックを増加,すると増加させるということですね、まあ、金を余らせるということですね。 あの中央銀行がですねあのカイオペっていうふうに言いましてですねまあ市中銀行えまあ要はみずほ銀行とか三井住友銀行とかそういう市の中にある銀行市中銀行というふうに言いますけど市中銀行からですねまあ国債を買いまくってですねでお金を世の中にいっぱい流していくとこれ買いあのカイオペっていうふうに言うんですけど要は世の中に出回るお金マネーストックですねこれを増やそうじゃないかという政策をですね今打ってるわけですね。世界中の金融金融金融中の央銀行がです、ね これやってるわけなんですけども日本ももちろんやってると出すお金の量を増やしているととうことですねですからまあちょっと安心感が出てきてです、ね、株がそれほど株価がそれほど下がらずに済んでるということなんですね。 でえー、お金が余るような状況を今、中央銀行が作り出しているわけなんですけどお金が余ると何が起こるんですかというとお金が余るわけですから利子率がだん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 下がってくるわけですねで。利子率が下がってくるとどういういい兆候が見られるんですかというと、まあ、設備投資がです、ね、通常であれば今、なかなか難しいですけどね今ななかなか難しいですけど通常であれば設備投資が増えてくるんだということですね、まあ、掃除用具を増やしていくそういった流れに持っていきたいわけなんですけどね。 でそれからまあ利子率が下がりますとです、ね、何が起こるのかなというと、まあ、日本で運用していてももうからないなというふうに、えー、まあ国内の投資家が思ってです、ねまあ、外国で運用しようかなということで外貨を需要するようになるんですすね外貨をるるようになるということで、まあ、円安円が売られるんでね円安ドル高が起きる可能性があるわけなんですけど今、世界で金融緩和政策を行ってますんでで今世界で金融緩和政策を行ってますんで、まあ、むしろちょっと円高に向いちゃうわけなんですけど、ね。えーだけど まああのそれをやらなかったらもっと円高が進むかなっていう感じですねだから通常の、ね、金融緩和政策であれば、まあ、円安っていうのが出てくるわけなんですけど世界中で金融緩和政策を行ってますんでなかなかこう円安の方には、まあ、ちょっと今行きづらい状況なんですけども、えー、だから逆に言えば金融緩和は日本がしなければですねもう相当な円高になりかねないということですねだから日本が金融緩和政策をね行うことによって、まあ、円高をむしろちょっとブロックしている感もあるわけなんですけどね。 円安になればですね輸出が増えてくることが期待されるわけなんですけどなかなかこれも難しいですよね仮に円安になったとしても海外の経済がですね状況が良くないとコロナの感染者だらけの状況ではですねなかなか輸出も増えませんよですからなかなかこれも実は難しいんですけども円安になればいいのかと言うとそうでも実はなくてですねあのコロナが収まってないとなかなか輸出も増えていかないのかなというところがありますよね それから2番目、ですねあのお金が余るんですよね、この金融緩和政策によってね、お金の量、日本銀行から出されるお金の量が増えてるということですから、金余りなんですね、余った金はどうすんのということで、余った金はやっぱ使うわけですよね、じゃあ、どこに使おうかなということで、株式でも買っとこうかっていう流れになりますんで、したがって株式需要が増えると、まあ、今現在増えてるわけですよね、で株式需要が増えますと、株が足りなくなって、株の値段が上がりだすということで、これって非常にいい効果が出てくるわけですね。株の 株を持っている方々は自分の資産の価値が上がっているなということで財布のひもが緩くなってです、ね、消費が増えていく傾向があるんですね。したがいまして消費の増加っていうね流れが出てくるかもしれないということですね。 一方で株価が上がるということはでですすすねね設備投資がしやすくなるんですよ、ね、企業が持っているです、ね、担保の価値が上がったりもしますしあるいはあのそうです、ね、株価が上がるということは株を、ね、発行すればですねあの株の値段が高いわけですからちょこっと株を発行すればいっぱいお金が入ってくるということで設備投資がしやすい状況にあるということでね設備投資が増加するということですね。で株価価以外のの、ね、資産の価格もこういった状況 のの時には上上昇すすするる場合ががが多いんででけどもも資資産の価値が上がればですね、まあ、設備投資も増えてくるとなぜならば企業っていうのはその企業の担保の価値もねその資産の価格が上がればですね担保の価値も上がるわけですからお金借りやすくなって設備投資も増えてくるということで、まあ、金融緩和政策っていうことで総需要を増やすようなね政策が今なされているということなんですけども、まあ、通常の教科書通りでいけばですね、まあ、こういうふうにね需要が増えていくということなんですけどもなか ななかなかやっぱ、ね、コロナということでありまして要は自粛しててくくださいと、ね、飲み歩くなんてことななんこですよ、ね、ですからなかなかやっぱりね自粛っていうことで街に出ないと出るなということですからなかなか消費も増えていかないということでまあちょっとね非常に難しい状況にありますよね現在はね。 でマクロ経済政策の波及プロセスということで、まあ、コロナショックがあったからですね財政政策、金融政策をですね発動しているわけですね、財政政策、金融政策を発動する、財政拡張的財政政策も金融緩和政策もですと、ね、もにですねこの総需要を増やすという政策になります。で総需要が増えますすとですね えー、その増えた需要を満たすように生産も増やしていくということですね拡張的財政政策そして金融緩和政策によって需要が増えるんです需要が増えればですね増えた需要を満たすように生産も増やしていくとで生産が増えるわけですから我々の所得も増えていくとで所得が増えればですねえあの消費が増えていくと消費が増えればですね増えた消費を、えー、満たすように生産も増やしていくと生産増えれば我々の所得も増えていくということでこの好循 が生まれると財政政策金融政策で悪循環を断ち切りたいということなんですよね。 ですかねですからまあ通常の需要ショックであればですね実はこれでまあうまくいくことが多いんですけどちょっと時間はかねリーマンショックの時なんかはもうあまりにもそのショックが大きかったもんですから、えー、時間がかかってしまいましたけどこのマクロ経済政策拡張的財政政策と金融緩和政策によってですね状況ですね時間はかかったんだけども状況を良くすることができたわけなんですよ。だけど実ははここのののコロナショックというでですねこれで本当にあの 経済を良くすることができるものがなかなか難しいんですよね。えー、どうしてかというところをね。ちょっと見ていきますけども。 やっぱりねこの感染症対策っていうのもワンセットだから経済を良くすることができないということなんですねちょっと詳しく見ていきますね経済対策マクロ経済政策ということで、まあ、今お話しさせていただいた通りです金融緩和政策財政拡張的財政政策えやりましたよねそれによって総需要を増やしたということですねで総需要を増やすとですね景気が良くなるわけなんですけどもあの総需要が増えるということはですね街に,、ね、に人が集まって金を使うということですね ことは密集するということですね。飲み屋で飲み屋飲み屋でですね飲みまくるとですね密集するということですね。そうしますと感染が拡大しますよねってことですね。ですから先ほど申し上げましたですね経済を良くしようっていうマクロ経済政策をやっちゃうとですね感染が拡大していくということになってしまうんですね。で感染拡大したら困るじゃないですかということですよ。まあ、昨日の東京は949人ですよ1日の感染者がねでどんどん今感染者が増えていくということで。 まだ1000人いってませんけど1000人を超える東京で1000人を超えるというのはもう時間の問題になってきておりますよねですから感染症対策っていうのをね打たないといけないとそうじゃないと医療持ちませんよ、ね、そうじゃないと医療持たないということで感染症対策経済も大切ですけど感染症対策も大切だということで両方ねやっていかないといけないわけなんですよねだからそこの辺が難しいところですよね感染症対策だけでやったらですねもう経済もう回りませんよ、えー、多くの企業が潰れてしまってっていうことでそれはそれでまた 問題ということですから、これ両方を動かしていくっていうことでありましてですね、どっちかに行き過ぎてもダメということなんですよね。ですからあの経済だけ良くしようっていうふうにやったらもう感染者だらけになっちゃってですね、国が崩壊してしまいますよね。だけど感染症対策だけでやっちゃうと企業がもうバンバン潰れてですね、それこそ自殺する方が相当な数に上ると思いますね。ですからやっぱり両方こうねバランスよくやっていくことが必要なんですけど、両方バランスよく だから感染症対策だったら本当に経済ものすごくダメになっちゃいますけど両方やるっていうのもです、ね、なかなか経済、えー、盛り上げることはちょっと難しいということでもう非常に今はねかじ取りが難しいという、ね、状況にありますよね。 ですから感染拡大というのがそのマクロ経済政策によって起きてしまいますからそれこそ GoTo トラベルとか GoTo イートとかやりまくっちゃうと感染が増えるわけですよ。 なので感染症対策というのが大切になるわけなんですけども感染症対策というのはやっぱり自粛してくださいということですよね飲み屋さん10時以降やらないでくださいと、ね、もっと増えてきたらもう8時以降やらないでくださいと、ね、飲み歩くなというのが自粛ですよね街に出るなというのが自粛ですよねそうしますとですねお金使わなくなっちゃいますよねしたがって消費が減少する掃除量が減少してしまいますよということですこれが感染症対策ですね。ですからあのリーマンショックの時に なんかこれだけやってればよかったんですよ。 掃除を増やせばよかったとそれによって時間はもちろんリーマン・ショックの,、ね、あのショックの大きさというのはもうばかでかいですから時間はかかってしまいますけどマクロ経済政策をです、ね、我慢強くです、ね、やっていればです、ね、きっと、えー、トンネルを抜けることができるということだったわけなんですけど今回はです、ね、これだけやってたらです、ね、感染者が拡大してしまうんですよね。ですから感染症対策もです、ね、同時に打っていくということになりますね。そうしますと自粛によって掃除 事業が減少してしてまううとということで経済は悪化してしてままいますよねですから非常に難しいんですよね経済を良くすることがなかなか難しい状況にあると、えー、経済対策と感染症対策はトレードオフの関係ということですね、まあ、要はどっちかを改善したらどっちかを悪化させてしまうとで経済の方を良くしたらですね感染者が拡大してしまうと、ね、感染者を減らすことができたら経済は悪化してしまうということでトレードオフの関係にあるということで非常に、えー、舵取りが 難しいのかなとこういうね局面ってなかなか見たことないですよね、えー、コロナ感染症の局面というのはなかなかねその通常の需要ショックとそこが違うところですね通常の需要ショックであれば需要が減ってるわけですから需要を増やせばいいんですよ、えー、マクロ経済政策を打てばいいんですよつまり拡張的財政政策と金融緩和政策を、えーね、あの我慢強くやってればですね、あのー、時間がかかってもですね 道が開けたっていうことなんですけど今回の場合はですね感染症っていうことでね一方でブレーキもかけなければいけないっていうのがね大変なところですよね えー、感染症対策の波及プロセス、ちょっと見ていきましょうかね、コロナショックがありましたよと、で感染症対策しますよということでありまして、感染症対策をすると、ですね何が起こるんですかっていうと、悪循環に陥ってしまうんですけど、こうですね、総需要が減ってしまいますよね、感染症対策ということで、自粛してくださいっていうことですね、自粛すると、ですね飲み,歩くな飲み歩かなくなる、えー、デパートで買い物しなくなるっていうことで、需要が減るわけですよね。で需要がが減るるとと何が起こるかっていうと その減った需要に合わせるように生産も減らすわけですね生産も減らすということは我々の所得も減ってしまうとで我々の所得が減るということは消費が減ってしまうと消費が減るからそれに合わせて生産も減らすと生産が減るから所得が減ると所得が減るから消費が減るということでこの悪循環に陥ってしまうということですね所得が減ってしまうこういった悪循環に感染症対策はですね、えー、感染症対策で陥ってしまうということでこれが非常に難しいところです マクロ経済政策だけやってればいいのかというとそれは無理なんですよ感染拡大してしまうからだからこの感染症対策も同時に打つとで感染症対策をやっちゃうとです、ね、経済にブレーキをかけるということですから経済一向に良くならならいんです,よ、ね、ですから本当にもうあの難しい局面としか言いようがないというふうに思いますね。 ですからまあストップ・ゴー政策というふうに考えることができますよね、感染症対策というのは経済をストップさせる政策ですね、掃除を減らしますから、一方で、経済対策、マクロ経済政策というのは、掃除を増やしますから、まあ、ゴー政策であるということで、このストップとゴーをね、両方やってるということで、バランスよくやらなければいけないということで、非常に舵取り、難しいということでありますね。ですから、このワクチン、ないしは治療薬、あるいは両方ですね、これが普及するまでは、やっぱり経済を元通りにするのは難しいかなと。 ですから、まあ、どこのタイミングでこれが広がっていくかっいうことですよね、まあ、ワクチンはですねもうイギリス、それからあのアメリカで、えー、もうあのやられているということでありまして日本も時間の問題ということでありますけれども治療薬があどこまで、えー、いつのタイミングで。 で、えーね、できるのかとというところですよねあとはねで、ワクチンも本当に、ね、あの副作用がないのかとか本当に効くのかとかねそういったところが問題になるわけなんですけどもワクチン治療薬、えー、これが普及するまではですねこのストップと GO の政策ですね、えー、経済があの感染が、ね、収まってきたら、ね、需要拡大ですよ。 感染が拡大してきたら、えー、今度は感染症対策で、えー、需要を縮小させようということでこの、えー、GO 政策それからストップ政策この繰り返しそして、えー、それを、まあ、交互にやりつつ、えー、両方やって、えー、こうね あのこっちを、えー、じゃ今回、今状況が、ねえー、感染症が収まっているからちょっと合、えー、政策のほうをちょっと、えー、より強く出そうかとか感染拡大が今、ものすごく起こっているから合政策をもうちょっと、えー、非常に、ねえー、あのストップさせてです、ね、感染拡大政策をかなり推し進めていくだとかその、えー、バランスですね、えー、それを今やっているということですね。 面にいいるととうことでだからまあ菅さんも非常にですね、まあうん、難しい時に総理大臣にやられたということなんですけども、まあ、ただ、ね、逆に言えばねここを乗り切れば菅政権はもう長期政権になりますよねなので、まあ、今が本当耐え時という感じなんですけども。 ちょっと菅政権のですねね支持率確認ししていきましょうか、ね、政権発足時、非常に高かったですね、64%ということで非常にこれ、高いですで、えー、しかしながら12月に入りますとですね40%にガタベリしてしまうということで、すねやっぱり政権支持率っていうのは、ですねこの、まあ、菅さんの求心力を維持するためにはとても大切なんですよね、やっぱり政治家の頭の中には選挙がありますからあー、その支持率が高くないと選挙で負けてしまいますんでね、この政権支持率っていうのが大切でありまして、 まあ、30%切ってくるとちょっと危険だよと、えー、で20%切っちゃうと、ですねもう政権、もう終わりですねというふうな感じなんですよね、ですから現在40%ということでありまして、毎日新聞が40%、朝日は39%ですよ、ですからもう今、あの30%台の、ですね、えー、その朝,日朝日は30%台、になっ39%ですから、40%切っちゃってるっていう、ですね、まあ、そういったですね。 えー、その新聞社もあるぐらいですから、まあ、非常にですね,ちょっとね、えー、かなり落ちてきているのかなということですね舵取り難しいですからねかじ取り難しいんですけどやっぱりねここですよね、まあ、難しいのはもちろん分かりますけどやっぱりこの GoTo トラベルの停止がちょっと遅かったんじゃないですかっていうねそこがまあかなり、ね、インタビューなんかで出てきておりますよね、えーまあ、非常に難しいのは分かりますよ非常に難しいのは分かりますけども GoTo トラベルやめちゃったら経済またダメになっちゃいますからあ非常に難しいのは分かりますけどねだから その辺があの東京都であるだとか、えーそのねえー、都知事であるだとか県知事の違いですよね都,都知事とか県知事はですね経済よりもやっぱり感染症の数っていうのを見ますけどやっぱり総理大臣になるとですね経済成長率っていうのも見なければいけませんからまあ都知事がそんなの見てないあの経済成長率を無視してるとはもうそこまでは言いませんけどもやっぱり総理大臣っていうのはね あの感染症拡大を防止するっていうのももちろん大切ですけどもやっぱり経済成長っていうのもやっぱり、えー、同時に大切っていうふうに考える立場にありますよねですから GoTo トラベルをです、ね、停止しちゃったらです、ね、一気に経済しぼんじゃうなということでですねなかなかその停止の判断っていうのはね難しかったかもしれませんけど北海道だとか大阪とかそういったところでもこうね感染率が上がってる 上がってきてきたわけですからもう少しね、えー、停止するのが早かった方が良かったんじゃないのかということで国民はそういうふうに判断してですねでまあ40%毎日だとね朝日だと40%切っちゃってるということであります。えー、感染拡大してんじゃねえかとということですよ、ね それからこれも大きいですよね、夜の銀座で,です、ね、8人のステーキ会食、ですね忘年会してんじゃねえとね、ステーキ食ってんじゃねえと、5人以上じゃねえかという、まあ、ここも大きいですよね、あの内閣、菅政権はですね5人以上で飯食わないでくださいと、飲まないでくださいとうう言ってんですよ、忘年会やめてくださいとうう言ってるわけですよねで、忘年会やめてくださいっていうふうに言ってるのは、忘年会やってんじゃねえかと、5人以上じゃねえかと、8人じゃねえかということで、ねえー、菅さんだとかね、2階幹事 幹事長だとか、えー、あと誰ですか杉良太郎さんとかね杉良太郎さんが、ねえー、今日の会食はどうでしたかみたいなことをなんかインタビュー、えー、マスメディアにされてです、ねでえー、野球の話ばっかりした忘年会でしたみたいな、ね、忘年会という風に、ね、杉良太郎さんが言ってるわけですから、ね、だからそれで、ね、もう国民おあなたたち忘年会やってるんじゃないかということになっちゃいましたのでし、ね、た、まあ、いまして、ねまあ、ちょっと国民に対してはです、ね、忘年会するなと。 5人以上の会食は控えなさいというふうに言ってて8人じゃねえかとえ忘年会じゃないかということで、まあ、そういったところなんかもですね、まあ、今回ちょっと支持率低下にね、えー、拍車がかかったのかなというところがあるかもしれませんよねですから、まあ、今は本当にですねあの舵取りが難しい状況ではあるのは確かなんですけどやっぱりここを乗り切ればですね本当に長期政権というふうなあーその、ね、レールに乗るかと思いますので、まあ、舵取りは難しいですけども。 あのえー、なんとか、ねあのま、マクロ経済政策と感染症対策をです、ね、うまく、ねこうね、両方、ね、こうやっていってです、ね、あの日本経済を、えー、動かしてい、えー、っていただきたいかなというふうに私はせいつながら、ね、ちょっと思っているところであります。 はい、えーまあ、本日、ですね、えーまあ、2020年の重大ニュースを振り返るということでありましてですね、まあ、本来であればですね、まあ、東京オリンピックがあ,てあってということで、まあ、日本経済もですね、まあ、本当にこうね、うんまあ、いい年になるはずだったんですけどコロナショックということでですねもう誰が本当にこんなになるっていうふうに予想しましたかってことですね誰一人ちょっと予想できてなかったんじゃないですかね、えー、今年しこんなになるっていうのはね。 オリンピックがね本当に延期っていうのも本当にびっくりですししかも来年やるのかどうかもねちょっと分かりませんけどもまあ本当にこういう状況になってしまったということでそれこそ本当に100年に一度級のねショックかなというふうに思いますんでこれをね、えー、ちょっとね、えー、乗り切るのは大変なんですけどね、えー、まあ一丸となってね、まあ、国民一丸となってやっていきたいなというふうに思っているところでありますけどね。 はい、えー、それはですね、えー、本日のですね、えー、経済会計自治解説ですけども以上とさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でした